はい、フリーレイターに使われて過ごせるヒマラです。え国は無視するなら平塚正行主を出禁にすべき。相手にしないわけにはいかないはいいわけでしかないということをやっていきたいと思います。えー、まあなんというかね。え、本日ですね、まだ。 この動画を撮った時点で本日なんですけども、えっ、ー、と、現在2020年1月28日の11時24分に撮影しているんですけれども、そっか、録音ですね。録音しているんですけども、この時点では、えー、本日ですね。えー、本日ですね、えー、NHK 各国メモル党の立花隆さんの、えー、無料無責任相談会というものに、えー、平塚正幸さん、セイフラットマウンドさんが、えー、行きました。 で、その後、ちょっとで言うと、これ、ピコジロさんの放送かなで、えー、なんか、出禁にするわけにはいかない、相手にしするわけにはいかないから、みたいな話をされていたんですけれども、えー、今日みたいな相手の仕方というか、要はその、なんかね、えー、放送で、放送というか、配信では、なんか大人の対応みたいなことを言ってましたけれども、あれは大人の対応とは言わない <laughs>、と僕は思います。えー 本当に、えっ、ー、と、大人の対応というのは、ああいう場合はできんにするべきです。だって相手にしないんだもん。来た人を相手にしないんだから、相手にする気がないんだったら、あの、もうあ、あなたは NHK から国民を守る等のイベントことに関しては、えぇ、ー、できんですよと、しっかりと通知をして、それでも来たら入れない。それが正しい選択なんじゃないですか入れて、中で、 あの、迷惑だから、あなた迷惑だって言われてんだから出て行きなさいみたいなね、ことを言うっていうのは、あれはもう大人の対応ではないですよ。大人の対応っていうのは、最初から入れないか、もしくはちゃんと言われた質問に全部答えることですよ。なんかね、何を言ってるんだろうっていう。中に入れて買い殺しにするなんて、大人の対応じゃないでしょ。ただのいじめじゃないですか。うん。と思います。あの、相手にする気がないなら、無視するなら、 入れなきゃいいんですよ。本当に。あらかじめ、もうあのね、昨日だったかな行きますって言った時点で、メールなり電話なりを入れて、誰かが、誰でもいいですけれども、立花さんが入れても、尾崎さんが入れても、誰でもいいから、誰かが電話をして、あなたは出禁にしますと。来ないでくださいと。言えばいいわけですよねっていう話だと思います。あれはちょっと、うん、あの対応は、うん、いただけないですよ。 あれを大人の対応とは言わないですよ。うん。と思います。さっきから言ってる通り、できにするか、ちゃんと答えるかもたくでしょっていう。うん。と思いますけどね。うん。えっと、立花さん、あれ、まともに答えじゃなかったじゃないですかねっていう。見た方はかると思うけれども。あれをするんだったらできにするか。ですよ。 うん、それがね、分、うん、かってないというか <laughs>、だって、あの、あれを見てね、英国党って逃げるんだって思う人だっているわけですよ。ちゃんと答えてないじゃんって。そう思われるくらいだったら、この人は、うちの党から出て行った人なんですと。かつ、 平塚さんが、四つ街道市議会議員選挙に出ると言ったから、うちは、立てようとせずに、坂本さんだって一回引っ越したけど、もう一回出ていたんだと。やめたんだと。なんで、そういうことをする人人物なので、出禁にしますでいいじゃないですかっていう話なんですよね。それだったら、多分あの、ね、多くの方は、まあそうですよねっていう。 言ってることをやらなかった中、出来になっても仕方がないよねっていう話じゃないですか。うん。別にね、平塚さんが出来になったからって、誰が困るのかっていうと、多分平塚さんも困らないし、誰も困んないんですよ。うん。と、僕は思います。なんかね、来週以降も行こうかなとかって平塚さん言ってましたけど、まあ、平塚さんも行かない方が僕はいいと思いますよ。うん。僕はですよ、あくまで。 だって、相手にする気ないんだもん。あえてのらりくらりかわす、もしくは、もうなんか、いないものとして扱う。で、なんか、ちょっと都合の悪いことをつぶやかれたら、相手にするみたいなね。ね逆に平塚さん側から見ても、もう相手にしなくていいんじゃないですかって僕は思ってしまいます。うん。どちら側からしてもね、あの、中途半端が一番良くないっすよ。うん。 相手にするならしっかり相手にする。エミコック側から見てね。で、相手にしないんだったら敵にするべきなんですよね。さっきからずっと言ってるけれども。で、平塚さん側から見ても、相手にしてもらえる、要は質問に答えてもらえるなら言ってもいいと思うけれども、今日みたいな対応されるんだったら行く意味ないですよ。交通費の無駄ですよ。うん、正直。うん。うん、と思います。 こういう対応をするのが高ーですかって言って終わりでいいじゃないですかって僕は思いますよ。うん、ということでですね、あんまりこの件についてぐだぐだ喋ってても仕方がないので、この辺で終わろうと思うんですけれども、あの、なんかな、えっ、ー、と、ピコ二ー郎ーーさんの立花隆史無料相談、平塚正幸北た尾崎さんと反省、尾崎さんとの反省会かなっていう動画の中でなんか、あの、以前しないわけにはいかないとかね、そういう話をしてましたけれども、で大人の対応だったと。 あれは大人の対応じゃないでしょ。大人の対応っていうのは、しっかりと答えることを大人の対応って言うんですね。言われたことに全部答えて、返して、だったらともかく、無視したりとかね。あのー、はぐらかすというか、適当に答えたりとか。あれは大人の対応じゃないんですよ、正直。うん。だから、もうあの対応するぐらいだったらね、出禁にした方がね、印象いいっすよ、周りからの。 と思いますよ、うん、だって、あのー、N 国サイドの立花さんとか、ねえ、正規ゆっくりチャンネルさんかなとか、ピコジロさんのとことか、僕コメント見てたんですけども、リアルタイムでチャットをね。あれを見てると、平塚さん見たいって人いないんですよ、ほとんど。N 国側には。で、N 国側は N, N 国側じゃないですね。平塚さん側は平塚さん側で、ちゃんと、 答えをする、答える、平塚さんの、で、質問に答える立花さんが見たいんですよ。まあ、どっちもね、その、なんだろう、あんな、なんかあの、のらりくらりというか、あんなもん見たいわけじゃないんですよね。うん。と思います。要は、その、 N 国側の立花さんとか、政権ゆっくりチャンネルさんとか、ピコジローさんの配信を,を見てる人も、あんなものは見たくないでと。平塚さんが入ってきて、平塚さんがいるところなんて見たくない人が多いんですよ。NHK から国民を守る党の支持者の人の中にはね。で、平塚さん側の人も、さっきも言った通り、あんなのらりくらりとかわす、かっこよくない立花さんなんか見たくないんですよ。平塚さんの支持者の中には、もともと NHK から国民を守る党の支持者だった人だっていっぱいいるわけですよ。 かっこよく切り替えして、しっかり、いや、答えると。で、なんだったら平塚さんを誘して、平塚さんにすいませんって言わせる。そのぐらいのことをしてくれるんじゃないかっていう期待を持って見てた人って多かったと思うんですよ。うん。それがね、あれじゃあね <laughs> っていうところなんですね。で、えっ、ー、と、ちょっとあの、動画、えっ、ー、と、あの、平塚さんがね、突撃するっていう、 突撃した無料無責任相談会の1時間前、ちょうど1時間前から30分間取ったんですよ、アンケート。どうなると思いますかっていうのに対して、えー、まあ、19票。ただ1時間だったら19票しか入ってないんですけれども、これ、あのー、まともに答えないが、 一番多かった42.1%だったんですけども、普通に質問をして答えて終わるっていうのと、立花隆氏が平塚正幸氏を諭して終わる。これ2つ足すとね 47.、47.4%かな。いや、まともに行くと思っていた人の方が多かったんですよ。まともに答えないより。その、もう1個の選択肢が平塚正幸氏が暴れて追い出されるこれ10.5%なんですけど、えー、うん。 3人ぐらいですか ?2 人かな ?3 人かな ?2 人か。2人ですね。2人とかですけども。要はみんな何を期待してたらだかっていうと立花さんが平塚さんを諭して終わるか普通に質問して終わる方が良かったと思ってたんじゃないですかっていうまあこれ足せばねって話だけども。うん たぶん、立花隆氏がまともに答えないって言えたのは、完全なその平塚さんの支持者の中で N 国アンチ、もしくは平塚さん関係ない N 国アンチ、N 国の批判者の人がここに入れてるんだと思うんですね。で、平塚さんの支持者であったり、えー、N 国の支持者って、たぶんこの立花隆氏が平塚正行氏を誘って終わる、これが N 国の支持者の人かな。でまあ 平塚正樹しか暴れて追い出されるもこれ多分アンチの人ですよね平塚さんの。で普通に質問して答えて終わるっていうのは多分平塚さんのねファンの方平塚さんの支持者の人ってのはこの辺が多かったのかなと思います。では、まあ、まともに答えな、ね、い平塚さんの支持者の人もいるさっきも言ったっけいると思うんですけども、うん、でも主にその平塚さんの支持者であったり N 国の支持者だった人ってそらくこの普通に質問して答えて終わるとか立橘志氏が立場 平塚正幸氏を諭して終わるというあたりに言えたんじゃないのかなっていうふうに思っています。まあね、その N 国アンチ、平塚アンチの人とか、どっちかの支持者のふりするだろうし、コメントとかね、うちのコメントとかね。うん。平塚アンチなだけで、N 国別に支持してないけど、N 国の支持者の振りをしてる人っていうのも、なんか見ていくとそれっぽい人が結構いるんですね、そのツイッターでも。こんな人多分 N 国支持してるわけじゃなくて、平塚を叩きたいから、平塚。 ニクシーって N 国の支持者ですって言ってるだけじゃないのみたいな人も結構いるんですよね、見てるとね。普段 N 国の話なんか全然してないアカウントが、平塚さんを叩くときだけ N 国の支持者ですみたいなのって、バーっと見てると、もうどの人とか特にメモってないですけども、見てたりすると結構いる。あの、N 国に投票しましたけど、もう支持しませんみたいなのを、 あの参議院議員選挙終わった後に言ってて参議院議員選挙のこのツイッターを見ると「令和新選組絶対支持」みたいなこと書いてるみたいな人と一緒なんですよ正直その辺を考えるとねちょっと、うん、分析も難しいところではあるんですけども多分多分ですようんの諭して終わったりとか質問に答え終わるっていうのを期待してた人が多いと思うので、まあ、正直ねあんなことしてたらうん一まあなんだろう 出禁、うん、にすればいいんじゃないのって N 国の支持者の人たちは思うだろうしうん平塚さんの支持者の人がどう思うかっていうとちょっと難しいところではあるんですけどもあんなものが見たいわけじゃないよね少なくともねっていうふうに思いますはいなんかね、うん、結構そのなんだろう平塚さんの支持者の人のところとかって見てるともともと N 国の支持者で平塚さんの方に行ったって人も結構いるんですよもともと平塚さんの支持者だって人ももちろんいっぱいいるんだけど うん、僕なんかは両方ね、ちょっと前から知っていて、どちらかっていうと N 国党の方が先ですよ、その、指示しているというか、見たのはね。そこから、平塚さんも知ってて、あ、なんかいるね、ぐらいな、警察批判してる人っていうイメージ。僕もともと警察ね、不正撲滅の人なので、警察は、あの、 そういう悪いことする警察官はいらないから、本当に正義のことに燃えている。もしくは、お金のためだけど、しっかり、あの、真面目にやってる人ですよね。お給料が欲しいから働いてるんだけども、不正とかして出世しようなんて思ってなくて、ちゃんと仕事をして、ちゃんと国民のためになってる人とかね。そういう人はいいけれども、金のためだけでもうとにかく、 違反してなくても違反だっ,つって言ったらとりあえず取られツけで捕まえてみたいな人いらないわけじゃないですかっていう人なのでもともとねそっちがスタートなのであのライターとしての、ね、スタートなのでねその辺もあったから彼はしてたんですよ平塚さんっていう人はねうん、なんとなくねうんっていう立場だったけれどもその n 国の中で平塚さんが覚えてるのを見てあ平塚さんって面白いなってこの人すごいなっていうところがあってうん これ,ね、もうあのこれを言ってると多分批判する人は批判するんですよ。コメント欄に多分あれ,れたコメント書く人いますよ。僕のこと批判する人もいるでしょう、まああの。まともなものは相手にするけれどもまともじゃない人はちょっともう僕相手にしないですよねっていうとこなんですね。うん。まあたまに暇な時にちらってみてあまりにも変だったら相手にすることもあるんですけど、うん。ちょっとあの嘘ばっか書いてる人とかね。<laughs> うん。 嘘書くのはやめろって言ったらなんか、うん、わけわからんっていう感じの人も多いんですけどね。うん。ということでですね、まあ、うん。まあ、荒れるんだろうけれども、まあ、彼の良さってね、わかんない人には絶対わからないので、もう、わからないんだったら、その、彼の関連動画とか、まあ、僕の動画でもね、あの大体、平塚さんのこと話すとき平塚正之って入れてるので、フ,ェフラットマウンドとか。 見ずに他の動画だけ見ればいいんじゃないのって。僕も、僕が好きで見てるけど、平塚さんが嫌いだっていう人は、僕が平塚さんのこと話してるときは、ほぼ9割以上のものが、多分ほぼ100%って言ってもいいと思うんですけども、もしかしたら違うのもあるかもしれないけども、平塚さんをメインで、ちょっとね、平塚さんの話をすることっていうのは他の動画でもあるんですけども、たまにね、あるんだけど、基本的には平塚さんの話って平塚正幸って書いてある動画でしかしてないので、うん。 なんだろう軽く触れて、少し触れて流れていくみたいなのはあるんですけどね。彼なんかもこういう風に言ってたけど、みたいな感じの触り方ってのはあるけれども、あるので、まあ、あの、僕の放送は見たいけれども、平塚のことを聞くとイラってするんだよねっていう人はね、平塚正幸っていうタイトルみたたなあ、見ないでおこうみたいな感じで、僕はいいと思います。はい。別にそのなんだろう、うん。ね。 N 国のことが嫌いな人で、まあ、平塚さんの支持者の人で N 国の人が嫌いっていう人も結構いると思うので、N 国について触れてるときは N 国って入れてるのであの、平塚さん触れずに N 国だけのこともあるので、最近少なくなってますけれども、ちょっと話題性がね、ないのと、あと、うん、なんかそういう、触れるようなことをあんまり起こさなくなっているのでね。 なのでまあ、あんまり最近はないけれども、またもしかしたらちょっとその、衆議院議員選挙の前後とか多分増えると思うので、そういう時はその、あ、N 国のこと話してるわて、平塚さんのこと好きだから別に N 国興味ないから見ないどこで、僕はいいと思うんですよ。うん。なんかもう、こ僕のことが嫌いだって人はね、もうあの、どうにもならないので、<laughs> そういう人はね、さよならしていただいても構わないと思うし、うん。まあなんだろう。うん。なんか話がだいぶ、 れてきたのでこの辺で、ね、終わっていきたいと思うんですけれども、あのー、何ですかね、えー、嫌なものってそんなに頑張ってみる、見てもね、幸せにはなれないですよねっていう風に僕は思います。はい。なので、まあ、あのー、話を戻すと、立花さんも嫌なものには近づかないっていう話をされているので、平塚さん的にすればあって僕は思います。もう今まで何度も出来にするべきだっていう話をしてますけれども、うん。だって入れなくてもいいじゃん、別に。 NHK から国民を守る等として、平塚さんに入れて、その、会見とかにね、平塚さんを入れて得することがあるならいいけれども、ないんじゃないのっていう。まあ、ちょっとあの、再生数伸びるとかあるかもしれないけれども、もう気にしないんでしょ立花さん。再生数とか。っていう話なので、だったらもう入れなくていいんじゃないのっていう。うん。ムギニアさんとかね、エラテンさんとかと同じ扱いでいいんじゃないのっていう,うに僕は思います。はい。その、このことに関してですよ。一緒だとは僕は思わないけれども、 平塚さん、平塚さんで別物だと思うので、その、水谷さんとか、えー、エラテンさんとかがね、もちろん水谷さんとエラテンさんも違うしね、うん。という感じで、えー、まあ、長々と喋ってしまったので、この辺で終わりますけれどもね、えー、何回終わりますって言ってるのか分かんないけれども、うん、まあいいや、ちょっと、まあ、グダグダしすぎましたけれども、えー、まとめていくと、まあ、N 国党は、NHK か国民マルトとは、平塚さんをまともに相手にしない、無視するなのであれば、会場に入れてね、できにすりゃいいんですよ。 あいつにしないとか、そういうことで言い訳しないでね。もうあの、相手にしないわけにはいかないなんて言い訳せずに、できんです。あなたはできんですってやるか、はいで、どうぞどうぞ聞いてください。何でも答えますよって答えるか、どっちかでいいんじゃないですかって。今みたいなことをするとね、誰も得しないですよ。あんなの見たい人って多分、N 国も、平塚さんも、どっちもアンチの人ですよ。どっちも嫌いだって人はね、喜ぶかもしれないけれども <laughs>、そうじゃない人は、あれ、どう思いますって。うん、なんだろう。 ま、ひら、ね、さん側の人はね、あのー、ほうがらみろ、立花隆が、まともに答えなかったって喜んだ人は中にはいるかもしれないけれども、もあれってちょっと見てて不快に思った人の方が多いんじゃないのって僕は思います。平塚さんの方のファンの方でもね。ファン支持者の人。でも、なんなのあれって、いうふうに思った人多いと思うんですよね。ということでですね、えー、よろしければですね、えー、チャンネル登録してってください。でちょっと長くなってしまいましたけれどもね、はい。えー、フリーライターのいつか笑って過ごせるひまれで,でした。